ばんは。あ、メロコちゃん、ありがとう。いや、ちょっとね、今、私は、実は、まあ、今日から仕事で、今日の朝から移動して、まあ、出稼ぎっていうことでね、今日の朝、あ、ハートありがとう。今日の朝にとりあえず移動、東京から移動してきました。あ、お祭りふわっちゃん、ありがとう。トラキさんいらっしゃい。いやー、アポルグミさんありがとう。で、もう場所は、新潟の方に、実は来てるんですけど、新潟にいます、今。めっちゃ田舎。そう。今日から、そう、今実は今日、新潟に移動してきてまして、その、今日から16日までこっちで働くんだったんですよ。そう。働くんやって、こっち来たんやけど、いや、なんかね、ちょっとやばいとこに来ちゃって、やばいとこっていうか、なんかめちゃ適当な感じで、そう、ちょっとね、まあまず宿泊先が寮が空いてないっていうことで、ビジホを取っときますねって言われてて、ビジホを取っとくって言ってたのに、ビジネスホテルも宿泊先も取ってない。あ、言ってた？メロコちゃん。宿泊先。そう。まず宿泊先がありません。そう。で、なんかいろいろとね、適当で面接の感じも。そう。いやー、まあ一応自分でカプセルホテルとか取ることも、あ、一回取ったんやけど、まあ、自分でね、取ったりはしたけど、まあさすがにちょっとね、店もなんか適当だなと思って、なんかずっと事務所で待ってる感じあったし、あ、スカウトに言ったよ。スカウトに言って、あ、てかもう、やめてきた。そこ。そこやめてきました、ちょっと。初日からこれはちょっとテンションが下がるので、そう、めちゃめちゃテンション下がって、やめてきて、そう。いや、続かないじゃなくて、店がおかしいやろ。あ、スカウトに話してるよ、ちゃんと。スカウトにちゃんと話してます。せっかく来たのに、本当に。いや、保証はもらえないよ、働いてないから。いや、もうちょっと今日帰りますって言って、とりあえず。いや、交通費ももらえない。交通費ももらえないっていうか、それはまあ最後までいないからもらえない。聞こえない？嘘。え？
んで？え、聞こえない？あ、聞こえた？あ、聞こえた？あ、聞こえる？あ、帰ってる。え、今メロコちゃん帰ってるの？そう、スカートにはちゃんと話してるよ、ちなみに。ちゃんと話したから別にね、飛んだとかそういうわけでもないんやけど、新幹線代がね、8000円ぐらいしたからね、マジでそれならもうね、もったいない。で、昨日私あの10万を振り込んだんで、あの返済でね、あの返済で昨日10万円振り込むって約束だったから振り込んだんよ。そう、だから残り借金30万ぐらいまでは減りました。ちゃんの家、いや、とりあえずね、あの東京行きます。そう、減った30万に減りました、借金はね。そうでね、今日からまた東京も満喫できたし、今日からまた頑張ってちょっと仕事頑張ろうって思って新潟まで来たのにこれだよ。頑張って減ったけどね、減ったのは良かったけど、そう。あ、ファイト、ありがとう。いやー、だから、あのね、今日はね、もう東京にまたもう行こうかなと思って。あ、了解になっちゃう。ちょっと待って、ひよこんくんがキャリーを救いたいとかやってるやん。ひよこんくん、ちょっと待って、キャリー、ちょ、東京にね行って、あのまあ19日から働く予定だったお店を明日から働かせてもらうっていうのはあのできるみたい、お店に聞いたら。だから、まあ、そこは一応次んとこは大丈夫なんやけど、ひよこんくん助けて、ちょっとひよこんくん、キャリーを救いたい。キャリーを救いたい。とりあえずどうしよう。キャリーを救い、くっちゃんありがとう。ひよこんくんちって言ってもあれだよ、あの今九州福岡帰ってるからね。そう、ひよこんくん、田中さんありがとう。え、救ってくれるの、ひよこんくん。あ、ありがとう、くちゃん、アニバーサリーありがとう。まあ、ぶっちゃけ違うよ、トラキシさん、これ店がやばかったから。これはちょっと店がねダメだったよね。で、ちょっとひよこんくん、どうやって救ってくれるんだろう。ありがとう。いや、あれだよ、最終9時40分、まず宿泊先を取ってない、自分でカプセルホテルとか取らなきゃいけなかったし、あ、まあ定期そんな感じ、そう、24号さんが書いてるような感じ。そう、宿も取ったくって、で、なんか面接とかも適当な感じで事務所に取り残されて一人で待ってた感じだったし。ひよこんくん、
リオンひどくない、ちょっとこれ。だから私別にこれねえ悪くないよねっていうか、その何どうした、中村くん便乗していたか。いやーちょっとね、行った店が最悪だって。あ、マジメロコちゃん新潟県、今実はなんと私今日新潟に来たんよ。新潟まで来てね、ちょっと仕事しに今日から16日まで新潟っていうことで仕事をするんやったんやけど、行った店がなんか宿なしっていうか泊まるところも用意されてなくって、なんかめっちゃ適当な感じでやめてきた、 やめてちょっと今日泊まるところがありません。東京にも行こうと思う、東京にもうまた戻ろうと思ってるけど、やめたるわって。まあ自分でビジホ、いやビジホ取っとくって言ってたんだけどね、ビジホ取っとくって言ってたのに、そうやめてきたっていうか条件と違うから、そうそうそう働けないみたいな、そんな感じ。今新潟です。いや東京来て、東京行ってからまた東京で働くんよ。次は次のお店私東京で決まってたから。また仕事だよ。いやさすがにちょっとね、自分でビジホ取るって言ってもまあ、しかもカプセルホテルしかなかったしね。そう行ってからそうなんか面接の時も人いないし、いいよいいでってジュリエットちゃん。東京ミキアニャーからまだまだ新幹線はあると思う。ジュリエットちゃんありがとう、交通費無駄にした、ほんとそれだよ。いやでも申し訳ない泊まるのは。あ待って、ひよこくんかコラボ来た。こんにちは。こんにちは、ひよこくん。どうしたの？いやちょっとね、なんか私今日仕事で新潟まで来てるんだよね今。はいはいはい。で新潟に来たんだけど、うん、そのお店に行ったら、はいはい。なんか宿泊先も用意されてなかったし、なんか自分、そう。なんか泊まるとこがなくって、はい、でまあ自分でビジホ取ってって、そういう、まあそういうこともできたんだけど、はい、なんかお店も結構私も事務所に放置されてたり、はあ、なんか適当な感じだったからもうやめたんだよね。そもそもなんで東京にいたのに新潟に行ったの？待遇が良かったの？待遇がいいっていうか、なんかその保証が2万円ついてたのと、うん、あとね、なんだろう、まあ関東あたりっていうか、まあ一応その辺で探してもらったけど、うん、まあ、東京より良かったんだ新潟の方が。まあそれ待遇かな、まあ言ったら。保証があったり、なんかホテルも1日1500円補助が出るとかそういう感じなんだったんやけど、はい、なんかちょっとあまりにもね、ホテル取っとくって言ってたのに取ってないし、ちょっとテンション下がっちゃってね、私も。
要は嘘をつかれたんだ、お店側に。まあそんな感じ。騙された？騙されたね、これは。何日間か働いたの？いや、今日来たんだよ。あ、今日来て、あ、そう、ちょっと、嘘つかれてたことが分かったの？そうそうそう、今日来て、来てから、なんか話と違うと思って、いろいろ。はい。で、今日から16まで働くんだったんだけど、うん、もうちょっと今日帰りますって言って。じゃあ何どうすんの？じゃあもうまた今から東京帰んの？そうだね、ちょっともう東京でもう働くとこあるから、一応そこは19日からの予定だったんだけど。え、お金今いくらあるの？今ね、昨日私10万返済で振り込んで、まあ今3万とかかなの。3万、うん、でそれで次の職場からお給料出るって。そうだね、次お給料出るまでそれでやっていかなきゃいけない。それって何？大体その業界って日払いでもらえるの？あ、まあ日払いではもらえるんだけどね。でもその行ってすぐ勤められるわけじゃないんでしょう？まあ一応どうなんだろうね。明日から働けるかもしんないけど、その泊まるとこが寮があるのかなとか、ちょっとまだ。どうやって帰るつもりでいるの？じゃあ、どうしよう。もうバスでもいいけどね。なんか夜行バスとか。夜行バス乗れるの？まだ調べてない。調べてないの？つらい。辛いの。ひよこくん、救って。はい、ちょっと僕福岡帰ってきちゃってるからな。ちょっと東京にいればお迎えに行けたけど、キャリーは救いたいって言ってくれてたの？でも、まあ救いたいは救いたいけど、いやまさかそうなると思わないじゃん。まあそうだよね。そう、なんならこれから頑張るんだっていうさ、そう気持ちの方が分かる？言いたいこと。そう、私もそのつもりで来たんだよ、出稼ぎにね。急にこうなるとは誰も思わないじゃん。いやー、本当に私も自分でも思わなかった。そうか。で、僕はちょっと何をしたらいいかな。じゃあ、なんかできること。どうだろうね。いや、でも、その東京帰ったらすぐ働き口はあるの？あ、一応ね、東京帰ったら働くところはある。あ、もう即日働けるって？そう、本当はそこ19日からだったけど、まあ、早めには来ていいですよとはさっき確認したんだけどね。ペーペーダンスって何？ペーペーダンス？ペーペーダンスって何？花火で踊ってる。花火で花火で踊るの？そう。そっか。まあでもね、今アイテムいただいてもね、そのすぐ換金できるわけじゃないでしょう。いや、すぐ換金できるよ。え、できんの？あのセブン銀行とかで、あのな、おろせる。2、3日後とかじゃないんだ。
あ、それ振り込みはね、2、3日後になるけど。そうなんだ。セブンの ATM で即金でも下ろせるね。そっかそっか。いつもこうなの？今日たまたま今回。え、たまたま初めてだよ、こんなの。こんなの初めて？こんなの初めて。あー、かわいそうだね、それはね。でっかく新潟まで行ったのに。ね、かわいそうね、ほんとに。まあ、夜行バス乗れるの？体痛くならない？まあ、夜行バスはね、まあ、乗れるけど。うん。てか新幹線もあんま変わんないんじゃない？新潟からだと。新幹線が8000ぐらいだった、調べたら。あ、いつもなのこれ。いつもじゃねえよ。いつもじゃないの。いつもこんなことじゃないよ。だって頑張って働いてきたから、こんだけ借金も減ってるんじゃん。うん、まあそれは話聞いてるよ、僕。だからいい子だなと思って、頑張ってるなと思って、僕ね、キャリーちゃんを見てるんだけど。ありがとう。え、でもそのいつもいつもって今言われてるからさ、まあ、どれが本当なのかわかんないよ、キャリー。あー、アンチが虚言言ってるだけだよ。そうなの。ね、こんなみんなね、みんな同じこと言うのかな。だって私実際ね、前の店も良かったし、あの最後までね、最後までっていうか働いて、で昨日も10万振り込めたし、別にここもちゃんと16日までね、働こうって思ってきてたし、ただ条件と違いすぎて、これはちょっと私もテンションも下がっちゃって、まあでも昨日か今日、あの借金10万円返したんでしょ。あ、昨日。これは偉いよね。まあね、ちなみに今日今日こんなことになるって分かってたら返してた？ちょっと待ってもらってた？え、でもそれでもまあ3万は残るから。あ、まだ約束をさっき守るのは守ってたかも。あ、まあ偉いね、それが本当なら。別にそれはね。そうか。じゃあちょっと僕はどうしたらいいかな。救ってほしい。どう救ったらいいの？どう救ったらいいんだろう。それをちょっと。いや、お金はちょっとね。じゃあどう救ってほしいの？寄付？寄付なら借りるんじゃなくてね。だからキャリーが寂しくてね、あの僕とこうやって話してるのが心の安定剤になるって言うんであれば話してるけど、まあでもキャリーって自分からま言わなくない？お金貸してって。言わないし、お金は借りる気はないよ。そこ皆さん、エロじゃない、偉くないですか？それか、いいこと考えた。何？福岡に、はい。出稼ぎ行って、で、ひよこくんと一緒に、車で帰る。俺多分車で帰るなら、あのフェリーで乗って帰るけど、車ごと乗せて。私も一緒に車乗る。
あのフェリー、あの3日間ぐらいかかるよ。2泊3日。海の上電波ないけど大丈夫そう。配信できないよ、ね、ひよこんくんとだったら。あ、そうなんだ。3日もかかるのてか。うん、かかるって。俺前枠で電話したもん。本当に？本当に本当に。でもこれ良くない？なんかね、福岡に出稼ぎ行って。うん。どこ、うん、どこ中洲で働くってこと？あ、中洲とか行ったことある、中洲。働きに、うん。どうだろうね、なんか福岡の子たちは。熊本とかに出稼ぎとかに行くけど。あー、熊本も行ったことあるけどね。どうなんだろう。だから九州よりかはそっちの方が仕事は多いんじゃないの？九州より、こっちの新潟あたりの方が。そんなことないのかな。ひよこくんが救ってくれるってね言ってたから。はいはい、できることは してあげるよ、俺は。はい。ね。行きたいなと思って。でも、交通費、すごい高いよ。まあ、高いけどね。店が出してくれるんならいいけど。まあ、最終日まで行ったら出してはくれるけど。ああ。後からでしょ、それも。働いてからもらうってことですよ。あ、最後の日？あー、それ3万じゃ持たないじゃん。多分新潟から福岡まで2万ぐらいかかるよ、多分。でも明日から働けば日払いでは入ってくるけどね。あー、また、うん。ホストとかって言ってたことあるの？なんで？ちょっと気になって。言ってたことはあるよ、過去に。あ、過去に。もうそんな20代。直近じゃないでしょ。20代前半とか。あー、まあまあ、それはね。あ、それなら全然いいんだけど。直近でちょっと言ってたんなら、ちょっとどうなのかなとちょっと思っちゃって。あ、それで借金あるから。まあまあ、借金も別にいいんだけど。うん、なんでどうなのかなって。いや、ちょっと借り癖みたいなのがそれであるのかなみたいなさ。なんか生活のためとかさ、そのあの、なんていうのかな、ちゃんとした理由であれば、そのまだ、うん。生活のためだよ、私借りたのは。そうだよね。そう、別にそこホストとかじゃないから。あ、そうだよね。じゃあそこ信じるね。うん、うん、いや、そんな子じゃないだろうなって僕思ってて、はい、うん、過去には言ってたけどね、うん、別にずっと頑張って返済してるよ。うん、まあね、過去はね、みんなね、黒歴史ぐらいあるから、それはいいんだけど。うん、あ、そっか。福岡来るの？だったらもう今すぐ枠切って、その求人とか見て、その担当の人とかに話しまくった方がいいんじゃないの？まあそうだね。うん、とか交通費の問題もあるし、その夜行バス代とか新幹線代とかちょっとし調べた方がいいんじゃないの？もう時間早いよ。うん。もうだって7時でしょ？ 7 時半前でしょ？うん。もうすぐ最終日になっちゃうよ、調べてたら。もうどうしよう。うん。辛くなってきた。なんかどうしたらいいのかわからなくなってきた。福岡までどれぐらいかかるんだろう、新潟から。いや、夜行バスなら半日以上かかるよ。金額は？いや、金額わかんない。うん、ただ大阪から福岡まで半日かかる、
車で。マジか。うん。だから もっとかかるのは確かだけど、正確にはちょっとわかんない。で、福岡から品川駅まで新幹線で2万5000円ぐらい。結構するね。うん。で、それちょっと参考にしてよ。マジか。じゃあちょっと、どうしよう。東京行くのがいいかな、今は。うん、東京の方がだって交通費もかからないし、働き口もあるし、うん。確かにね。うん、絶対そっちの方がいいと思うけど。で、現に目、声かかってるとかあるんでしょ、池袋のお店。まあまあまあ、うん。新潟から夜行バス2900円、2990円。2900円もしないでしょ。いや、夜行バスは多分調べてくれたんじゃない、リスナーさんが。いや、夜行バスも今ちょっと値上がりしてると思うよ。あのガソリン代とかが高騰してて、昔はね、めちゃくちゃ安いイメージだったけど、今ちょっと高いんじゃない？ちょっと僕もわかんない、そこは調べてないから、自分で。うん。うん。あ、やっぱ昔より高いんだ。うん。だから東京の方が朝からでも働けるでしょ？まあ明日から働けるね。うん。わざわざこんな遠方の福岡まで、ねえ、来て、働かなくてもさ、そう、こうやって僕と話すんであればコラボとか、うん、LINE とかできるでしょ。ひよこくんが救いたいって言ってくれたから、いや、できることはするよ。うん、だから心の安定剤とかには全然なりますよ。うん、だから会いたいなって思っちゃったいつでも会えるやん、そんな。うん、今たまたま福岡僕帰ってるからさ、ちょっとまた東京戻るから。そうだね、8日か9日に東京戻ります。8日か9日。うん、そう。じゃあ安定剤になってくれるっていうのでコラボしてくれたんだ。そうそうそう、大丈夫かなと思って。なんかめっちゃ泣きそうっていうか泣いてたような感じに見えたから、ちょっとね、まさかこんなことになると思わなかったから。夜行バス、深夜夜行バス、新潟駅南口からバス対新宿まで2900円だって。安いね。あ、でもこんなにかかるんだ。10時から朝の5時前到着が。あー、まあそれぐらいはかかりそう。やっぱ半日ぐらいかかるんだ、新潟から東京って。結構かかるね。まあでも寝れるでしょ。まあ寝れるとは寝、うん、寝れるのは寝れる。今日寝た？今日、うん、寝てた。大丈夫。あ、寝てた。移動の時も寝てた。新幹線。今日朝でもまゆさんとコラボしてたんじゃないの？あ、そう。でもね、昨日12時ぐらいには寝たから、で朝7時ぐらいまではね、うん、7時ぐらいに起きたから。あ、まあ、ね、夜行バスでも寝れるんであればそっちの方がいいね。うん、寝てたら着くよね。うん、まあね。だからちょっとまあ今に、今すぐにでもちょっとあの予約を、うん、したら駅の方に行ったらできるかな、予約。何が夜行バスの予約。ネットでできるんじゃないの？あ、ネットとかで知ってからしたら行ったらいいのか。そう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 。え、なんかデビットカードとか持ってないの？デビットカードは作ってない。だからネット決済とか今できるでしょ？
あ、コンビニ決済とかではやってる。ああ、そっか、それもできるか。そう、うん、だからそれで調べて、うん、とりあえず今3万あるんでしょ、うん、だから最悪蒲田駅の満喫とかはめっちゃ安いけど、女性だからね、ちょっとあんまおすすめはしないけど、男だったら普通にそこ行けよってなるけど。何、蒲田駅？うん、蒲田駅の満喫ってめっちゃ安いんだ。へえ、それ東京？あ、東京、東京。ああ、そうそう、なんかホームレスの人とかがよく泊まってる。やばいじゃん。もうほんと間仕切りというか仕切り一枚で、隣の人とほんと声が通じたけど。そうそうそう、まあまあでも女性だからあんまり僕はね、そこはおすすめしないけど、ね、うん、それはやばいよね。そうだから時間がちょっとあれだから、うん、予約しないのからね、ちょっとでもね、交通費の足しになるかもしれないから、バトルしない？今何人見てんの？キャリーのとこは。今1000人。すごっ！マジで？まあまあ、それでね、1000人もいたら、ね、キャリーの枠、ね、誰か、どなたか投げてくださるかもしれないから。そう、ちょっとアイテムタイムでちょっと皆さんバトルと応援お願いしたいです。はい、ちょっと皆さん、あのね、キャリーに応援お願いします。お願いします、ね、無料アイテムからお願いします。交通費の足しにもなるので、ありがとう。しませんって言わないの。ありがとう、みんな投げてくれて。あ、皆さんありがとうございます。辛いけど、あの皆さんはね、あのよかったら僕の枠をフォローしていただけたら嬉しいです。ありがとう、キャリーちゃんリスナーさんたち、すいません。はい、ちょっと僕もね、ちょっとエンタメ面白い枠とか目指してやってるんで、皆さんよろしくお願いします、フォロー。お願いします。キャリコも言ってよ。キャリコも。みんなひよこんくんフォローお願いします。あ、おめごめごめご、ありがとう。ありがとう。あ、てか僕は、とりあえず僕は嬉しいけど、ありがとう、アイテム嬉しいけど。アイテムありがとう。うん、アニバーサリーもありがとう。ありがとう。あ、でも結構飛んでるね、キャリーちゃんとかもね。よかったよかった。うん。うん、あ、ブタちゃんナイス、ありがとう。あ、フォローありがとうございました。あの、後でお返ししますんで、僕、全員にお返ししてるんで。よろしくお願いしますね。ひよこんと申します。ありがとう。介護福祉士しております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ダブルバルーンありがとう、ね。こんななんかチャランポランな見た目してますけど、一応働いてます、真面目に。ケーキありがとう。はい、よろしくお願いします。あ、ブタちゃんナイス。ありがとう。ダブルバルーンありがとう。ブタちゃんありがとう、ナイス。あ、皆さん無料ありがとうございます。あ、ヘルパーされてますか。そう、家雑とかはね、結構あの、介護系の話とかやってるんで、はい、うん、一応ね、あ、アニバーサリー5個ナイス。管理者とかいろいろやらせてもらってて、お話とかさせてもらってて、関連がある方とかはね、仲良くしてください、皆さん。ハートありがとう。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。キャリーよかったね。よかった、みんなみんなたくさん、うん、そのアイテムありがとう。ありがとう、バガポテも。シャーターありがとう。ありがとう、風船とかもありがとう。キャリーってでもどれぐらいの割合なのかな、リスナーさんとアンチの。どうなんだろうね。そういうのちょっと分析したこととかある、自分で。ありがとう。ないかも。でも、どうなんだろう、
リスナーさんとアンチだったら、でも最近アンチ少ないかも。ああ。うん。バブルバルありがとう。あ、キャリーちゃんに投げてきた。ありがとうございます。皆さんありがとう。ありがとう。盛り上げ猫さんもありがとう。ですか、よろしくお願いします。あの、障害者の方。ね、ありがとう。あ、正常なビキター、ありがとう。ナイスバッキー、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。応援ありがとうございます。あ、ブタちゃんもありがとうございます。ありがとう、ゾウさんも。皆さん、よかったら僕にも、あの、僕イベント出てるんで、あの、よかったらイベントお願いします。ゾウさんもありがとう。そう、最近ちょっとね、いろいろキャリーとかといろいろ会っててイベント放置してて、皆さんすいません、よかったらお気持ちでいいんで、ありがとうございます。皆さんすいません。そいでもごくありがとう。あ、そっか、コラボはあれか、キュピンが鳴らせないんだ。うん、ありがとうございます、皆さん。ありがとう。ありがとうございます。うん、風船もありがとう。8、9割とか言わないの、ね、これ変わっていったらみんなも見方が変わるから、ね、ありがとう。あ、皆さんありがとうございます。ありがとう。無料届けもありがとうございます。先生もありがとう。ちょっとひよりすさんお願いします。じゃあイベントアイテム、ひよこリスナーさん、よかったらよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。先生もありがとう。あー、ゾウさんナイス、ありがとう。パナプテもありがとう。いや、全然お金持ちじゃないです。全然違う。ありがとう。よかったじゃん、キャリー。よかった。9000ポイント。ありがとう。ありがとう。バス代にはなりました。だから、やっぱり少なからず応援してくれる方たちもいっぱいいるんだよね。やっぱこういう見てたら、こういう結果ね。だからちょっと今すぐちょっと。そうだね。ありがとうございます。投げてくれた方。うん、予約を。ちょっとね、辛かったけど。なんかこうやって応援してもらえたら、ありがとう、嬉しいです。じゃああれかな、ちょっと大丈夫かな、ちょっといつまでも多分僕が映っててもね、みんなちょっと不快だろうし、こいつ誰だよってなってると思うから、ね、いやいや、ひよこんくんありがとうね、心配してくれて。あ、いえいえ、大丈夫だよ、うん、いい人だよ、ひよこんくん。ありがとう。じゃあダブルデートするって、まゆさんは。あ、そう、ダブルデートね、したいねって言ってた。メンバーは、メンバーは、ね、私、ひよこんくん、まゆちゃんと、あとね、かしんくんの弟。え、かしんくんの弟、もう決定なのそれ。そう、もいいねって言ってた。ああ、そうなんだ。あ、まあ、僕はお会いしたことないんで、ちょっとどんな方かわからんけど。私もね、会ったことは。似てるの？ん？カシンくんに似てるの、顔。ああ、どうなんだろう。なんか私は似てない感じがしたけどね。あ、本当。そう。まあ、ちょっと楽しみだな、ダブルデートね。楽しみ。ありがとうね。まあまあ、とりあえず分かった分かった。じゃあとりあえずちょっと現実に戻りなさい、あなた。とりあえず今は。分かった。はい、うん。みんな、ひよこくんにもね、無料アイテムお願いします。あ、フォローお願いします。キャリーさんの方。フォローも無料アイテムも。よかった。全員お返ししてるんで、介護福祉士です。よろしくお願いします。心配してこうやって上がってくれたからね。ってことで、じゃあね、頑張ってよ。ひよこくん、ね、帰ってきたらね、また。うん、わかった、また会おうね。うん。はい、じゃあね、バイバイ。バイバイ。はい、失礼します。ありがとう。はい。めっちゃなんか嫌って人多いんだけど、でも、いい人だよ、ひよこんくん。
ゃあバスで帰るか。いい人だよ、心配してくれて。まあ、付き合ってないよ。バスがいいよ。あ、バスのがいいかな。あ、ジュンさんありがとう。タケノコさんありがとう。ちょっとバス調べてみる。いや、リスナーさんも心配してくれてありがとうね。まさかやな、新潟まで来て、この状況。まさかすぎて。ちょっと。まあ、とりあえず現実的に考えたら、まあ、東京行くのが今はいいと思う。東京から新潟来たのにね。そう、今日から、16まで新潟で出稼ぎだったんよ。違う違う、お店がなんかめっちゃ適当やった。適当、泊まるとこもないし。ちょ、適当すぎて。あ、こんばんは、ニコ、ありがとう、ブタちゃん。ブヒー、ブヒブヒ。ありがとう。もう帰るから今、新潟って言ってるけどね。泊まるとこなかった。そう。自分で取らないか、みたいな。まあ、簡単に言うと騙されたみたいな感じだね。バスは寝れるしね、適当困るよね。あ、そうなんよね。あ、5倍ありがとう、5倍ナイス、ありがとう。あれ、私タバコどこ行ったっけ。あれ、いや、そうなんよね、メロコちゃん。返してもらえたらいいんやけどね。あ、ありがとう、盛り上げ猫さんも。そう、店の責任だよね、マジで。なんで、うん、そうそうそう、なんで、ホテル取ってないの、私今日から来るのに。って感じじゃない？あ、ビージャさん、お届けありがとうございます。しかも、ねえ、あ、くまちゃんいらっしゃい。しかもホテル取ってないし、自分で取らないかんとか、面接も適当やし。いや、なんか今日ね、新潟まで仕事できたんやけど、なんか泊まる場所もないし、あの、ビジホ取ってくれるって言ってたのに。まあ、自分で取ってもいいんやけど、自分、なんか、高いしね、一泊、6000円とか。そうだね、バックス予約してね。それで、なんか、まあ、とりあえずもう帰ることにした。帰るっていうか、東京行く。駅前からちょっと遠いかも、バスで。マジで、メロコちゃん。そうなの？頑張ってね。あー、ありがとうございます。ベタちゃんナイス。ありがとうございます。やった。そう、東京行った方がいいと思う。いや、自分でホテル取るって言っても高いやろ。
まあ安いとこはカプセルホテルならあったけど、寮も空いてなかった。くまちゃん寮も空いてないし、てか最初からビジオ泊まるって今聞いてたんやけど、まさか用意されてないとは思わんかったよね。ビジホが適当すぎてやばい。しかも10日以上となると5万以上ないと無理。そうなんや、メロコちゃん先に払わないかんしね、お金も。最悪だよ、新潟まで来たのに。マジこんなありえんよね、こんなこと。まあ、もうとりあえずバスでも東京まで行くけど、夜行バス3000円ぐらいだね。もうさっきね、そう、あのね、アイテム投げてくれた方ありがとう。足しになります、助かります、ありがとう。スカートには言ってるもん。ちょっと待って、じいちゃん言った、スカートには言った、言ってスカートもそれはテンション下がりますねっていう、なんかすいませんでしたって謝ってはきたけど、テンション、いや私がテンション下がりますって言ったんよね。適当すぎてテンション下がりますって言ったら、12時50分に駅前から出てるバスある。あ、ほんと、メロコちゃんありがとう、調べてくれて。マリピーポちゃんありがとう。ちょっと待って、バス予約12時50分、スカウトも交通費はくれんかったね。あ、それまだ言ってなかった、 NG ちゃん。もし残ってたらまだ、また言ってみる。あ、フワちゃんアニバーサリーありがとう。アニバーサリー、あ、なつきちゃんありがとう。あるあるだね、 よく聞く。そういうとこあるの、よく聞くの、なんか泊まるとこも用意されてないみたいな。 ありがとうメロコちゃん、アミーゴ302便。ありがとう、ちょっと調べてみる。 NG になってます。保証ないとかある？あ、保証をなんかね、難癖つけて払わんとか、そういうのはなんかあるよね。え、でも私泊まるとこない、なかったのは初めてかも、初めてかもってか初めて。12時50分まで、11時55分もある。ほんとありがとう、調べてくれて、メロコちゃん。ちょっと待って、バス。あ、ありがとう、NG ちゃん。ありがとう、また、本当に、ね、困ったら、言うね、ありがとう。ひよこが怒ってる、なんで？なんで、なんで怒ってるの？なんで怒ってるの？もう今もうすぐ8時になるんだよ。こんな枠してる場合じゃないでしょ。あ、そういうこと？ね、本当に、枠してる場合じゃないよ。事件、事件です。枠しながら予約、みんなキャリーをやめさせてください。ひよこが怒ってるって。あ、枠しながら予約する？あ、そういうことか。あ、そうか、2つ持ってたね。あ、そうか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 。あ、それで怒ってたの？ごめん。そうか、2台持ってたね、携帯ね。スマホね。あ、枠しながら
今こっちの携帯で予約してるから。僕の言うことは聞きなさいよ、キャリーは。分かった？やかましい。すいません。うん、いいな、まあ言わない。全然サムネやめてくれ。このアイコン可愛いよね、キャリー。このアイコン。あ、フォローありがとうございます、皆さん。今予約の見てる、見てる。お願いします。後でお返しします。フォロー。はい、そこそこ。あ、この、うん、まあ僕はね、バスのあの、音声が流れてるだけでバスのはちゃんと見てる。これから先どうかっていう話だから、僕は今んとこあまり悪い人なくて。ちょっとなんか怒ってるって言ってたから、ちょっと見ただけで。予約のは開いてるよ。来ても食事代とかられる。変なアンチもいるね、ひよこんくんとこに。私のアンチ今から不幸な渦に。言うことは違うでしょ。でも新潟のね、あの長岡駅ってとこいるの近くなんですよ。いやだ、向こうの閲覧が分かんなかった。この枠は、確認できてる。新潟の長岡ってとこから。若い子も好きよ。あなたは老若にゃんにょ。ちょっとラブラブ。ちょっと待って、なんて言ってんの。東京まで。ちょっとラブラブ。みんな好きになってる。もうせっかく来たのに。優しい男女。ちょっと待って、僕の発熱が悪い。あ、そう、長岡ってとこ。新宿まで行こうか。あー、まあ、言いたいことわかります。ありがとう、サンジェルフォード。そうね、とりあえず東京向かって、ね、まあ余計なこと言うの。働く店があるから。今ミラーじゃなくて、これバス音声流してるけど別に。エンディまた何か言ってる。ナンバー外でした、はい、そんなことないっすよ。じゃあ助けてあげる。じゃあどうやって助けるんだよ。114号だ。言ってよ。じゃあどう助けるの。あ、ありがとう、ライン送ってくれたかった。これはでもね、今閲覧ホームっていう問題じゃないでしょ、これ。ありがとう、みなこちゃん。バスももう時間がどんどん過ぎていく中で。エンディね、マジ便乗やめて。そんな、のんきに閲覧なんて言ってる場合じゃないでしょ、今。邪魔じゃねえんだよ、黙っとれよ。かまぶた。新宿駅街を着いた後見ろ。あ、確かにね、新宿駅街いいね。あ、違う、あの、配信ができないんでしょ、カプセルホテルって。配信が。だから嫌なんでしょ、多分。あ、こんばんは、116さん。キャリーの元カノスーパーナイス。いや、僕顔知らないっす。顔知らないです。スーパーナイスさん。神秘的でもあり、ミステリアスでもあり、魅力的。ありがとう、316号さん。エンディってなんで私エンディのことブロックしてるの、なんでわかるの。お金寄付してって。まさかサブアカとかで見てるの。いや、嘘でしょ、それ。そんなこと言わないでしょ、寄付してなんか。いや、キャリーがそんなこと言わないでしょ。ねえ、皆さん。寄付してなんて。ヘルパーの仕事、いや、紹介してもいいけど、だから、お給料がすぐ、ハト、入らないでしょ。エンディうざくない？お給料が。あ、でも今あるか。派遣でも日払い設定ってあるね、確かに。僕今派遣の、夜勤専門、夜線で働いてるんですけど。あ、確かに日払いはあるけど、うん、やっぱり経験がないから急にはできないと思う、やっぱ介護って。いや、ブロックしてたら見えないはずだよ。あ、言ってない。びっくりしたよ、ね、びっくりした。あ、西
2900円でバス乗れる。介護職してた経験上2900円予約する、うん。23時55分。安い、メロカちゃん、よかった。そう、よかった。長岡駅大手口。5時間で、そう。予約します。エンディキモいな、マジで。人の不幸を喜ぶみたいなね。パソコンからだとログイン出して見れる。そこまでして見るって、私のこと好きすぎん。私のこと逆に気持ち悪いんやけど、エンディ、ちょっとキモくない？そこまで。ストーカーレベルだよね。ブロックされてもそこまでしてみるって。好きすぎだろ。気持ち悪いよね。300号さんのコメント?300号。あ、違う。無関係だよ。無関係。今予約してる。そう、あ、ハートありがとう。ハートそう、予約したらね、もうどうしようと思って、もうなんかドキドキってか不安だったから、いろいろありすぎね、それ。大手口乗り場近いけど待つところないからかわいそう。あー、そうだね、確かに田舎だからね。10倍出た？ん？ 10 倍？あー、ごめんごめん、見落としててごめんね。ごめん、10倍ありがとう。ありがとう、ごめんなさい、見落としてて、ごめんね、ありがとう。ちょっとごめん、予約しててバスの。10倍ナイス。確かにね、ひよこんくんがさっき池袋って言っちゃったという。あ、ちょっと飲もうかなとかって、
待って、今セブンイレブンのとこいるんやけど、セブンイレブンで払えんのやこれ。バス予約完了です。予約しました、バス予約できました。とりあえず予約はできました。ありがとう、メロコちゃんも教えてくれて。東京行きです。そう、ちょっとね、もうトンボ帰りだね、せっかく来たのに。ちょっと、あ、そうそう、ニオナちゃん、そう、ちょっと一杯だけ焼け酒していいっすか。ちょっと焼け酒していいっすか。てか待つ場所ないし。焼け酒。そう、コンビニでもいいけど、うん、いいっすよって。ふざけんなじゃねえよ、てめえ投げてないだろうがよ。投げてないやつが言ってくんだ。座る場所欲しい、確かに。居酒屋でもいいの？いいのって、私が、いいのって聞くのもあれやけど、なんかね、また借金あるのにとかそういう言ってくる人もいるじゃん。泊まってね。居酒屋どっかあるのかな？あんま暑くない今日。ちょっと待って。今日ちょっと焼け酒いいっすか。リスナーさんならいい。大手口側に居酒屋ある？ほんと？いや、あのもうバスのところ近くで飲もう。もうエンディうざいね、ほんとに。ちょっと待って、アンチだろ、私のアンチだろエンディは。ちょっと待って、ここ今セブンイレブンとこ来てるんやけど、あのファミマかローソンとかじゃないと。あー、飲みたい、私に。あー、ありがとう、ありがとうね、特命ちゃん、私にありがとう。そう、先にちょっとねバス代払って。じゃあこんばんは、ありがとう。つまって、とりあえずバス、駅の方行ったらコンビニあるから、ケイのアンチから閲覧されなきゃ何もできないやろうな。やろうね、エンディは。エンディブロックしてるよ、本当にね。新幹線代8000は無駄になっちゃった、来たお金が。そう、労力もかかったしね。駅までね、歩いて20分あるんだけど、駅まで、こっから。20分。遠くね。さすがにこれちょっと荷物あるし、キャリーバッグあるし。遠いな、これは。20分か。いや、飲みながら歩けない、あの荷物が多いから。配信しながら歩くわ。ちょっと、ここあのタバコ吸うとこ、コンビニの横の。もうタクシー乗りたいな。でも待って、バスは分かんない。中道の20分つらいよね。
あ、ごめん。あれ？多分位置情報がずれてた。あ、よかった。位置情報多分ずれてた。8分だった。え、マジで20分って、え、待って、これおかしくない？え、これ見てみんな。アニバーサリーありがとう。いや、よかった。え、見てみんな。これ待って、20分って出てたんよ。これガチで20分って出てるやろ？これ20分って出てるやろ？それでね、これで、これ開始したら、なぜか8分ってなったんやけど。いや、今20分ってなってたやろ？なんで？位置情報がずれてたんかな、これ。20分からの8分にめっちゃ縮まったんやけど。ほんまやろ？めっちゃ縮まったんや。いや、車になってない。徒歩だよ、徒歩。ナビ設定徒歩にしてる、徒歩。ちょっと荷物もあるんですが。そう。まあ、涼しいし、まあね。8分だったらまあ歩けるね。よかった。ちょっと待って。でも両手が塞がってる。とりあえず、とりあえずここまっすぐだ。ちょっと、荷物キャリーバッグの、こう、普通に手持ちカバン。8分だったからまだよかった。災難だね、ほんと。そう。こんな災難だ。新潟に来て。ねえ。東京へ、とんぼ帰りという。このピンクのキャリーバッグ。マジか、こんな音になると思わなかった。何があるかわかんないね、ほんと。人生。そう、8000がちょっと無駄になったね、行きの新幹線の。まあ、あと帰りはまあ夜行バスだけど、まあ、ねえ、2900円。でもみんなが、さっきね、アイテム、いろいろ投げてくれて、嬉しかったです。足しになるしね、助かります。東京向かいます、今から。あ、ひよこくんありがとう、ケイティありがとうね、心配してくれて。予約できて、バス予約できたから、ちょっとでも11時55分なんだよね、バス出発が。で、ちょっと時間あるから、焼け酒しようと思う。あ、焼け酒って言っても、ねえ、何？無駄遣いをするわけじゃないけど、なんか、そう、別にコンビニでもいいんやけどね、なんか座りたいなっていうのはあるかも。そう、まあ、酔わない程度に、うん。いろんなとこ行って楽しそうって大変だよ。私は大変だよ。楽しそうに見えるかもしれないけどね。うん。座りたい。なんか、旗から見るとね、そう、なんか、楽しそうなんかもしれんけど、楽しそう。なんか、座りたい。あ、マジ？ひめなちゃん！ハートのグレーちゃん、ごめん、ひめなちゃん、ありがとう。ちょっと、ケーキ漬けに、久々にペイペイダンス行きますか、ケーキ漬けに。新潟の道端で。ひめなちゃん、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、ペイペイダンスで、ちょっと元気出して、行きます。
がとう。せーの、ペイ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 、ありがとうございます。ありがとう、グレータナビー、ありがとう。ちょっとね、笑ってられる状況ではないんですが、笑ってないとやってられないので、そう、ありがとうありがとう。そう、笑ってないとやってられないです。ちょっとマジでこれで病んでたら、なんかもっと、ありがとうございます。嘘、ファンタスティックいただきました。ありがとう。マジかよ。君が今日の現れ兄弟やつ、今夜は君がトップ1、革命者がいなきゃやっていけない、キュ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 、ウルトラドンチキ、ありがとうございます。マジでありがとうございます。ちょっとね、ファンタスティックでね、あの BGM 付きイヤホイダンスもやってます。ちょっと見たいですかBGM 付きファンタスティックで、ちょっと田舎道で見たいですかちょっと BGM 付きのね、イヤホイで、じゃあちょっとさせてもらいたいと思います。腹出ししたらちょっと捕まるかもね。すら捕まっちゃうかも田舎、新潟まで来て腹出しダンスで捕まっちゃうって。ありがとう、見たい。不審者だちょっと待ってよ。たくみさん、ファンタスティック、ありがとうございます。ということで、イヤホイダンスでやっていきます。ワンツーイヤホイ、ファンタありがとう、たくみちゃんありがとう。はい、お仲間日本を揺らします。ぜひ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 、確かにファンタいただきました。ちょっと息切れもしちゃうというね。震度4
津波は大丈夫だった、まだありがとうだ、嬉しい、本当にファンタスティックねえ、他のねえもね、みんなアイテムありがとう、自信がこうなったそう、ありがとう、本当にありがとうございます、皆さん避難しようかと思ったぐらい本当にみんな嬉しいですね、応援してくれて、ちょっとね緊急事態なだったというか緊急事態なんですけど、そうこうね、なんだろう、配信つけてね、みんなも応援してくれたり、あ、ポジティブキャリーちゃんファイト、ありがとう、そうなんかね、こう配信しててよかったと思うそうねえ、こう配信なかったら私多分どんな気持ちでこれ書いてたんやろうみたいなだからね、そうなんかすごい安定剤です、アイテムはね、アイテムで、ありがとう、サパマメガホンもありがとう、ありがとうメガホン、いやもう朝着くから東京に、へいちゃんあげる、ありがとうメガホン、ありがとう、朝東京着いてあ、メガホンありがとう、ありがとう、そうそうそう、マジでこう配信者がこんなに心配するのキャリーちゃんだけ、ありがとう心配してくれて、うん、いや本当に配信やっててよかったと思う、マジで皆さんね、リスナーさんの応援に助けられてます、ありがとう天気、そう、あ、さっきのね、ひよこんくんの言葉じゃないけど、心の安定剤ですよ。ね。まあ、アイテム応援とかもね。ありがとう。新潟のね、今ね、長岡っていうとこいます。あれだったらめったにというか、もう、ほぼほぼ、ほぼほぼ多分、来ないっていうか初めて来たので、あれだったら新潟のリスナーさん、リアトツイですよ、そう土地勘もないしね、新潟リアトツ多分ね最初で最後、あ、帰り気をつけてな、あ、ありがとうね、スイカ涙アンチキー、ありがとう、特命ちゃん、いつもありがとう。こんばんは。ナイス、ありがとう。そう、最初で最後の新潟リアトツ、よかったら、します。人生最初で最後の新潟リアトツ。長岡駅ってとこに行きます、今から。そう、まずトンボ帰りだよ。ねえ、今日から16日までまたね、働くんだったのに、長岡にいます、そうねえメロコちゃん、そう交通費もね、そう片道8000円かかったからね、あ、ふわふわふわっちフレンズありがとう、ありがとう、交通費もらえないよ、そう中居シャートも30個、ありがとう、交通費もまあ最後までいなきゃもらえないからね、うん、マジ最悪ってなってたけど、なんかなんて言うんだろう、
あの最悪からのなんか最高っていうか、なんていうの、観光するとこもないね、この時間は。なんていうの、切れたというか、そうなんかね、この状況がなかったら今のこのね、みんなから応援してもらってこの嬉しい気持ちはなかったし、不幸の幸いっていうかな、お仕事でね、そう、新潟市内の、いやもう東京でね、一応働く予定の店はあるから、そこで東京戻ったら、ってか、ちょっとさっきあの、ひよこんくんも、まあ、悪気はね、ないだろうけど、てか、ないけど、池袋って言われちゃったね。そう、あの、あれだったら、その、わかんないです。快活とか、なんか、ちょっと泊まるとこを聞いてみる。量があったらいいんやけど。ねき、ありがとう。池袋、まあ、あんま言わない方がよかったんやけど。そう。池袋にね、で働く予定だったんよ。19から本当は、まあ、悪気はないんやけどね、ヨコンくんもそんな特定されるんだよねとか、そういうなんかその知らなかったと思うから、まあヨコンくんにちょっと言ってたんや、母ちゃんありがとつできるよ。今長岡駅ってとこ向かってます。新潟来て、そう、来ただけになった。そう、次行くとこ、そうそう、本当はあの19日から働く予定だったとこ、池袋は、うん、どうなんやろ、でも東京やったらあれやな、もしかしたらね、カフェとか、なんか安いビジホとかに泊まってとはなるかもしれんね。東京やったら寮とかが都会の方はあるとこ少ないからね、だいぶなんか確かにお店とかもいろいろいっぱいある。ん？ビジホとか次行くところなんで知ってるの？あ、それはいっぱい全国にあるとこではあるけど、え？言ってないよ、そこまで。池袋、あ、確かに場所変えても、あ、池袋のことか、あー、そういうことね。あ、なおちゃんありがとう。あ、そういうことね、111号さんありがとう、フワちゃんアニバーサリー。ここまだまっすぐ、あ、もうずっとまっすぐやね。鍵付き個室のね、カフェとかも鳴らしませるかも。あ、確かにね、鍵付きんとこでね、ね、カフェで、ありがとう。ちょ足かいてきた確か鍵付きのね、まだ個室のね、カフェやったら、ね、配信もできるしいいかもしれん。ビジホがなんか安いとこあればいいんやけどね。東京でね、あの、あ、ちょっとこんだけ今閲覧来てくれてるから今言おうかな。ありがとう。何を、そういえば話したいことがあったんだった、みんなに。あの、実はですね、9月3日、まゆちゃん家に行く前に、あの、不動産の方に行ってきました。
不動産に行って、家をね、決めてきました。あ、ただまだ、そう、審査はまだ今申し込んでる状態です、今。もう実は場所、家決めました。そう、そう、そうそうそう、東京で。そうなんですよ。ただまだね、審査はね、結果待ちで、そう、やったそう。まあ、もともと不動産行く予定もあって、あ、でも不動産の人が言うには、独立系の保証会社だし、審査はここ通りますよって、まあ、言ってくれた。審査通りますよ、ありがとう。そう、ありがとう。独立系でそう。家賃はね、ちゃんと払えるようにね、頑張らなきゃね。そう、ありがとう。それでね、あ、でもね、住むのは、審査通ったら、住むのは10月中旬とか、10月からになってます。そうそうそう。あ、うまくいったいいね。ありがとう。そう、なんか、そう、初期費用をね、分割して払えるとこで、分割ができるとこでね、初期費用が。そうそう、借金も返済、あ、フリーレントのとこ、1ヶ月無料のとこ、家賃。そう、最近多い、そう。そう、だから、9月、まあまだね、借金ちょっと残り30万はあるんですけど、それも払うけど、初期費用もちょっと分割でちょっとずつ払いながら、10月中旬とかぐらいには住めたらなと思ってる。あれ、ありがとう。頑張るね。本当都内住む。次はね、ちょっと東京で新規行って、ちょっと、頑張ろう。頑張ります。ありがとう。ちょっとね、今ね、ローソン着いたんやけど、ちょっとバス代を払ってきます。ちょっと待って。ちょっとコンビニに行くから、ちょっと、そう、バス代、払ってくる。そう。できまーす。荷物が。あ、これミュートした方がいいね。ちょっとミュートするね。ごめんね。そう。
ただいま。バス代支払いしてきました。ありがとう、ただいま。よかった、ありがとう。そう、2900円で、ありがとう、ただいま、支払いできた。ただいま。安くてよかった。そう、バス代ね、ほんと。まあ新幹線でも帰るとまた高いからね、バスがいいね。そしてどうしようか、この辺のなんか居酒屋入る？居酒屋か、なんか座るとこがいいよね。そうそうそう、居酒屋。この辺、あの駅もうこの後ろだから、後ろが駅だから座ってね。そう、なんかあるかな。招き猫なら見えるけど、目の前に招き猫なら、カラオケなら見えるけど、カラオケならワンチャン安いかな、居酒屋より。招き猫のがワンチャン安いかな、居酒屋入るより。飲み放題で、飲み放題で入って。え、それか、招きって持ち込みできたっけ。持ち込みできるんやったらコンビニで買って。あ、できるだよね。ねえまたコンビニ戻らないかんけど、コンビニで買って招きに持ち込んだ方が安く飲めるくない？え、招き配信できるよ、したことあるよ。ねえ、そっちの方が居酒屋より安いよね。え、配信できると思うよ、招き。誰が言ってた？それ禁止って。え、おいおい、配信してる人いるよ、いるよね、できるよね。ちょっとごめん、またコンビニ戻らないかそれ今思いついた。それはできるよね、招きで配信してる人結構いるよ。今日のキャリーちゃん可愛い。そう、配信できるよね。ね、なんかこ、え、ダメって書いてる？え、嘘。え、いつもしてる人いるよね。え、みろこちゃんダメって書いてた？バレてないだけ？一回聞いてみようか。その店はいいかもしれないから、その店もし、その辺行った店がいいですよって言ってくれてもダメなんかな。ねえ、一回聞いて、そこがいいって言ったらね、いいし、規約があるんかちょっとわからんけど、その店がいいって言ったら、そう思った、新潟だったらなんか大丈夫っていいし。そうそう、聞いて OK だったら許可済みだから、聞いてみるそうだね、聞いてみようカラオケの画面映さなければ著作権しない。あ、ならないよね。そうそう、画面は映さないように。ありがとう。あ、大丈夫だよちょうどね、バス停も近いし、駅前だし、画面と電も気をつけて。もしダメって言われたら、ちょっとまた一旦考えよう。東京着いたらどうしよう。なんかテルマ湯みたいな、なんか温泉入りたいかも温泉入ってから、持ち込み OK だよね。そう、あ、行っちゃった。はい、
付けは何回やるの？あ、ここじゃないんかな、これ。あれ？受付どこやろう？あ、あっち？あっちだった。会員登録ね、してる。受けたことない。レジ通させていただいて、はい、お部屋室料発生してしまうので、それだけご了承いただけますか？あ、それは大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、アニキリコのアプリ会員証ってお持ちですか？あ、持ってます。ありがとうございます。ちょっと後ほど提示お願いいたします。あ、はい。そうしましたら、あと、はい、持ち込みしたいんですけど、はい、一回部屋入ってから買いに行って、でも大丈夫ですか？どちらに？あ、コンビニに。そうすると実はコンビニファンでは購入されてから来ていただいた方がよろしいかと思います。あ、買ってからこっち来た方がいいですか？はい、お願いいたします。あ、分かりました。申し訳ございません。はい、ありがとうございます。お待ちしております。はい、あ、キャリーケースお貸してもらったよかった。あ、まあいっか、持ってきちゃった。メロコちゃんラジオ？あ、ここ？よかった、大丈夫だった。あ、部屋番とか言うときはラジオミュートにする。うん、あ、よかった。もう、あ、コンビニとか、え？コンビニでも持ち込みいいんじゃない？あ、よかった、ここにちょっと入れるので、今からやったら11時55分だからバスが。ああ、そういうことね、室内でしたらって言ってたから。ああ、9時35分、10時35分。あ、そうやね、3時間だね。3時間あるね。そう、フリータイムが安いんかな。聞いてみる。フリータイムのが3、確か2時間以上はそういう場合もあるね。フリータイムのが安いみたいな。よいしょ、トイレも行きたい。11時55分。ちょっ
持っていくの大変やな。ちょっと置いてたらダメかな。この田舎ならなんか取られない気するんやけど。ここちょっと置いてったらダメかな。ダメ、やめた方がいい。いやなんか、ね、結構この荷物持って自撮り棒持って結構ね両手が塞がっててやめとこうか。一応取られたらいけないからじゃあちょっとごめん、またミュートにするね。
ただいま。ただいま、おにおんなちゃん。ただいま。111号さん。買ってきました。夜ご飯とお酒。ちょっと一服だけしてから行こうかな。夜ご飯と酒買った。一応ダイエット中だから、なんか冷ややっことか、冷ややっことおにぎり、置いてたら滑った。ごめん、痛かったみんな。傷はついてないかな、よかった。こけた。割れてはなかった、よかった。携帯も大丈夫、私は大丈夫、うん、大丈夫。割れ、携帯と自撮り棒は。割れてはない。あ、見え。ちょっと待って。よかった。うん、あ、ここ。こんばんは。焦った。よし、ゆっくりしよう。ちょっとタバコ吸ってから入る。風がね、そうだね、強いね。ちょっと、強いな、ほんと落ちちゃう。とりあえずバスのチケット買ったし、あとはね、ちょっとカラオケで時間潰して、一回東京にまた向かうか。災難つづ、災難っていうか災難だな、うん。あ、よかったの、うん、よかった なんて言ったらいいんやろ。仕事に関しては災難だけど、うん、酒飲みながらタバコ吸えないやつ、確かに。東京で暮らします。あー、ケミちゃん頑張れー。ありがとう、初めての方かな。ハートの日ありがとうございます。ドンチキ、あ、10倍イベント応援するぞ。ナイス、ドンチキ、ありがとう、嬉しい。ゾウさんもハートの日もありがとうございます。ハートの中に見えるのは
キャリちゃん、キャリちゃん、キャリキャリちゃん、ありがとうございます。ありがとう。なんかこれ画面汚れてるね。ちょっとさっき落ちたからか。家賃そんな高くないとこに。オニオナちゃん定期ありがとう。ちょっと待って、見えん。初期費用も抑えられた、抑えられた。まあまあ場所は言えないけどね。場所は。またもう審査が通るかだね、あとは。交通費出てないです、ちなみに今回。まみちゃんありがとう、メガホン。頑張ります。もう決めてきてね。そう、3日の日にね。そう、初期費用は分割で払って、払い、10月中旬からだね、入居は。こんばんは、ありがとう。審査通りますように。と、いや違う、私の都合で上京するっていう理由だから、なんだろう、あと事情とかも説明したから、全然10月中旬でも大丈夫。1ヶ月間はね、東京で働きながら、まあ、住むとこはまあ安いビジホかね、そういうとこにして。ね、もう伸びてるけどね。やり直さないと。寮ちょっと確認中だね、寮のことは。なさそうな気がする。東京都会のお店あんまないから。ね、なんか3,000円ぐらいで泊まれるビジホあったらいいんやけど、3,000〜4,000円でないかな。なんか安いとこでも。中村くんの家あら、満喫でもいいね。満喫でも削り取れなかった。あ、ほんと、そんなちゃん。カプセルホテルは配信できないからね。そう、なんか満喫の方がいいかも、それだったら。いや、まゆちゃんにね、そう、迷惑かけられないから、何泊もは。川崎ちょっと遠いかも。全然あんまね、なんか迷惑かけるのもあれだから、もうなんか3,000円ぐらいで。あ、ひよこくんありがとう。ひよこくん、バスね、予約できて、さっき料金もバス代支払いしてきたから、ちょっとただバスが、あ、いいね、ありがとう。ただね、11時55分発だから、ちょっと晩ご飯とお酒だけ買って、ちょっと招きでね、ちょっと時間潰す。奈々ちゃんに、横浜でしょ。でも奈々ちゃん職場がね、東京の方になるから。あ、いいよいいよ、にょんなちゃん、いいよいいよ。いいよいいよ。ひよこくん、お世話になったからね、2日の日全部お金出してくれたり、いろ
ろいろよくしてくれて。あら、そっか、荷物が。職場がね、そう、まあ、ちょっともうバレてるからいいけど、ちょっと池袋のなので、でもね、多分ね、どっちみちね、特定はされてたと思う。なんかいつも特定されるから。そう、ひよこくん米版の今ね、あの新潟の長岡駅っていうところです。招きもうちょい配信許可も取れたので、何、安いってビジホが、バナメガホン、ありがとう、参考やった。ありがとう。まさかのね、そう、災難だったけど、あ、長岡駅にいますよ。今だったらね、あのリア凸 OK です。ただもうマネキに入っちゃうんだけどね、ちょっとカラオケ入っちゃうんですけど。いや、あれさ、降りる時にさ、カラオケ行ったの東京着いたらね、とりあえずなんか寝カフェじゃない、あのなんかシャワー浴びたいか温泉行きたいかも。なんかスーパー銭湯みたいな、テルマ湯やった、新宿の、そこでもいいかもしれんけど、ちょっとね、あの一回マネキンに入るのでラジオにします。え、なんで長く来たの？あ、仕事でね、来たんですけど、ちょっとあのいろいろとトラブルがあって。ステッカーありますよ。え、ステッカーあるけど来ます？長岡駅のね、今ね、招き猫の前にいるんですよ。あと30分以内ぐらいだ、いないぐらいだったら大丈夫ですよ。30分以内ぐらいに来れるようだったら、あれだったら入らず待ちます。危ない。いや、リア凸だよ。するのは10月からだけど、そうもうずっとだね。テルマ湯高かったっけ。ありがとう、トラキチさん、バブルバルーン。どうですか、あのジュウさん、30分ないぐらいには来れそうですかね。ちょっと一回またあれ戻そうか、来ないから。あ、高いんや。全然銭湯でももうシャワー浴びれたら何でもいいけど。30分ぐらいやったら待ちます。こんばんは。どうだろう、お酒も買ってるから飲みながら待つけど。そう、あの持ち込みでカラオケにした。あ、許可取れてます、店員さんに聞いて。あれ、すっぴんパジャマでも、あ、いいですよ、全然。あ、本当に来る？え、ちょっと待って、ここ座ろっかな。あの、長岡駅のから、招き猫の前ですね。え、これ釣り場な、30分ギリかも。マジ？これで釣りだったら切れるけど。
いやでも赤出ししてくれてるからね、まだ信憑性はある、うん、これたぬき米だったら私ちょっと待ってなかった。え、ジムさんってえ、男子、女性ですか？そう、釣りもあったからね、そう、9時だからカラオケの時間はちょっと減るけど、うん、全然最初で最後なので新潟のリアと、あ、そっか、すっぴんいてるから女子か、そっか、すっぴんってことはちょ、あー、ぜひぜひお待ちしてます。じゃあちょっと9時半ぐらいまでに来てくれたら助かります。大丈夫そうやね、うん、9時半ぐらいに来てまでぐらい来てくれたら新潟駅内行きたかっただったちょっとチャリアタ作るんやったちょっと化粧直すとこ、娘さんって言うと何歳かわかんないけど、親が大ね、夜中ではないしね。ちょっとリアタツくらいやったら、いやカラオケで待ってたらその分あれ料金もね、どっちにプラスなるし。リアと作るんやったらちょっとメイクの。あれどこ？ステッカーもらいに来るだけだよ。あ、てかこれ見て、まゆちゃんとお揃いでね、ピューロランドでマイメロのピン、かわいくない？かわいいよね。まゆちゃんにもね、お土産で渡してピューロランドにね、あのリスナーさんのメロコちゃんと行ってきて、マイメロの顔かわいい。誕生日プレゼントというか、まゆちゃんにそのロケット花火は当日はしてあげたけど、まゆちゃんも私の状況知ってくれてるから、何もいらないよとは言ってくれたりはしてて、まあ、ただお土産はね、ピューロランドのこれとなんかお菓子、まあ、せんべいみたいなカンカンに入ってるもあげた。70歳で40歳の娘かもお腹直りというか、まあね、うん、X 見た？これつけてメイクの時とかね、それで分かった。和解はしてたけどね。パスタ見た。あ、そうそう、なんでもキャリーで行ってね。そう。新潟ね、まあぶっちゃけ何人か前に、まあ出稼ぎで一回来たことはあった。この辺じゃないけど。風強い。長岡駅です。歌舞伎町じゃないよ、ゆうじくん。なんと私今新潟にいるからありがとう、ゆうじくん。花火で有名なとこ、そう。あ、そうそうそう、まゆちゃんにね、そう。プレゼントした。
新潟仕事で来てたんやけど、なんかなんてよ、あのまあ条件と違ってて、なんか宿泊先もなかったし、とりあえず話が違っててなんか適当だったから、もうちょっと帰りますっていう流れになった。あ、でも今から東京行くよ。東京に向かう。ねえ、ありがとう。そんなこと初めてだよ、私も。そう、よかった。逆にね、もうそこ働かなくてよかったけど。待ってる。ミラー汚れてるけど、ファンデのミラー。いや、交通費ももらえないよ。え、だから交通費マジで無駄になっちゃった。余裕があれば、余裕があったらね、そうやね、観光もありやけど、可愛くない。うん、あれ、ちょっとご飯ごちそうしたかった。マジ、こうピンで止めとこうか今日。交通費片道8000、新幹線はね。帰りはもう夜行バスで帰る、2900円だから。ピンしとこうか、風強いしね。あー、了解です、お待ちしてます。バス安いよね。気をつけて。お前かわいすぎるだろ。でしょ。明日からね、とりあえずお店に確認してみる。泊まるとこどうしたらいいですかって。そう、お酒と食べ物買ってきたので。まずビールから。本当だよ、期待意味なく。まあまあ、こうリアと来てくれる方はね、嬉しいけど。バスで行くよ、とりあえずね、無事に。糖質ゼロのビール。そう、じゃじゃーん、なんか新しいのあった。ストロングの、ストロングではないか、無糖の、なんか美味しそうやなと思って、新発限定のピンクグレフル&オレンジ。無糖やし、糖質ゼロと無糖で。そう、美味しね、色も可愛いよね。そう、にゃんちゃんこんばんは。あ、CM でもやってるんだ。うん、ちょっと KP しますか。焼け酒やって。飲まなやってられない。出られないってことで、じゃあちょっと焼け酒、焼け酒 KP。 シュワって出んかな。あ、大丈夫。よし、ちょっといろいろありましたが、あのね、ちょっと仕事では災難でしたが、まあ、そのおかげでって言ったらあれやけど、すごい皆さんの温かさに
ね、田中さんが嬉しかったです。すごくね、心配してくれてね、みんな応援もしてくれてありがとう。ということで、ちょっと頑張ります。負けずに頑張ります。ケンピー、お疲れ。ありがとう、ケンピー。盛り上げ猫さん、ありがとう。うまい。なんかキノコがいた気がしたんだよ、さっき。キノコ、糖質ゼロ無糖ならいくら飲んでもガリガリになりますね。こんばんは。やっぱりキノコや。そう、いくら飲んでもね、そう、大丈夫だから。今からも、夜行バスでね、11時55分の、まだ時間あるから、ちょっと時間潰して、夜行バスで東京向かう。飲めば飲むほど、ガリガリにって。うるせえ、キノコ。あ、ひよかんちゃん、メガホン。ありがとう。夜行バスでね、焼け酒です。焼け酒でイヤホイ。カラオケ入るよ。入るけどリアトつけてくれるっていう方がいるからね、待ってる。なんかもうここで、ま、飲んで待ってもいい気もしてきたけど、なんか11時ぐらいまで55分か。あ、あ、ライブ配信してて、ライブ、なんか酔っ払いのおっちゃんに絡まれた。ナンパされた。生ライブって。このままなる、ここでなんか暑くないしね。カラオケ代もなんだかんだ、あの2000円あったら、2000円以内ぐらいには収まるかな。ライブは生、確かに生ライブって。ライブ。ここでもいいね、なんか。リアトツマッチみたいな感じで。まあ、ちょっとね、なんか石に座ってる感じだから痛いけど、もう ここでね、あ、確かここでちょっと冷ややっこはきついかも。おにぎりだったらいけるけど、そう、石みたいとこがちょっと痛いけどね、お尻。アメロカちゃんバスで寝れるよ。私結構寝れる方でね。まあ田舎は田舎やね。どこでも寝れる。そう、割とどこでも寝れるから。朝まで。そう、あー、でもどうしようかな。1時間ぐらいは、あー、飲みだ。私一回落ちちゃって、これ配信落ちてラグあったよね。あい、え、私も、え、誰は、あー、ありがとう、ナイス、スイジャナビダンスキー、ありがとうございます。枕だった、ありがとう、嬉しい。私
あ、そう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 、あの一回落ちたけど、ふわっちね、再開できるんよ。切れずに一回落ちてから再開するっていうのがあって。ありがとう。嬉しい。セーダーナビナイス。優しい世界ねえ。まあでも1時間ぐらいはカラオケ入ってもいいかな。許可取れたし、1時間ぐらい、10時ぐらいから10ぐらいからでもいいかも。お尻痛くなる。そう。尻が痛くなる。そうだね、おにおなちゃん、年下さん来るから外でやっこじわじわ来るねえ。ありがとう、リアゲネコさん。外でね、さすが食べれないな。でもお疲れ様、ありがとう、クラッカー。じゃあちょっと皆さん、あの無料アイテム流してこう。今見てくれてる方皆さん全員、あ、ブタちゃんナイス、ありがとう、ブヒブヒブヒ、ありがとうございます。ちょっとアイテムタイムですか皆さん。ちょっとあのアイテムタイム。無料アイテム流してこうだね。イベントのアイテムね、よかったら入場もできたらお願いします。ありがとう、無料アイテムたくさん。ありがとう。ありがとうございます。あ、ふわっちゃんアニバーサリー2個ドンチキ。ありがとう。ありがとう、みんな。なんか酒が進むな、今日は。結構グイグイいってる。嫌なことあったからかな。なんかありがとう。嫌なことって焼け酒だから。ありがとう。バス乗る頃酔っ払ってたりして。ありがとう、じいちゃん。酔っ払ってバスフラフラとかだったらやばい。まだ半ぐらいって言ってたから、うん、痩せた、なんか最近言われるな。どうなんかな、体重は変わらないんやけどね。外で飲むのめっちゃ気持ちよさそう。あー、ありがとう。そうだね、なんか外は外でいいね。だいぶ涼しくなってきたし。ありがとう。椅子がそうだね、ちょっとベンチあったらいいけどね。まあ、駅の方やったらありそうやな。でもベンチ、まあ1時間ぐらいだけ入ろっか。動物の群れみたい。家の審査通ります、無理とか決めつけんな。たまになんかアンチみたいな紛れ込んでるよね。そう、独立系だから。あ、ひよこくんいいね、ありがとう。
今長岡駅ってとこです、新潟の。パッツンも書いて流してすっきり見えていい。あ、ほんと流すのもこれはこれでいいかな、マイメロつけて。個人的におでこ行った方が好き。あ、ほんと月高いったら最高やな。ありがとう。確かにね、今日はでも出てないかな、田舎だからね。そう、月とか星とか見えるはずだけど今日は出てないかな。東京も行きます、持ってんのかも、確かに持ってるかもね。何度は行きますか、キャリーちゃん、まさか。確かに私もね、なかなか仕事じゃないと来なかったね。だから最初で最後の、新潟リアトツ町です。まあ、リアトツ良かった。まあ一人というかね、さっきの方来てくれるって言ってたけど、10時ぐらい、10時ぐらいまでだったら。今日はね、泊まるとこっていうか朝までバスで乗って、そっからなんか銭湯行こうかなと。明日からちょっとあれやね、泊まるとこ聞いてみる、ちょっと職場に。55分だね。あと2時間ちょっとある。初見さんいらっしゃい。初見さんよかったら無料アイテムとね、フォローもお願いします。東京で会いたいとコラボしたい。いや、いっぱいいるよ。いっぱいいる。ねえ、またあの、ひよこんくんとまゆちゃんとね、若新くんの弟とダブでもしたいし、もうこれから、朝着くけどね。くまくんもまあね、またの機会にというか、大阪、そうやね、ちょっと最後の返済を手渡しでちょっと渡そうとは言ってるんだけど、大阪9月、そうだね、ちょっとまだ未定やね。飛んだ新潟だった。マジそれだよね、来てからまさかの、びっくりしたもん。そんな泊まるとこないって。NG ちゃん、あ、NG ちゃんまた LINE でもいいかな、 LINE で。ね、トンボ帰りなって。そのおかげでね、こうなんて言うんだろう、もうあのポジティブに、あのクラシックで考えて、こういうトラブル災難があったからこそ、なんかリスナーさんとかね、まあひよこくんも心配してくれたり、こう人の温かさっていう、なんて言うんだろう、すごいそういうのは嬉しかったね。バス代とかね、飲み代足しにしてってね、とか応援してくれてアイテムもくれたり、それは嬉しかったけどね。 こういうことがなかったらそれは感じれなかったけど、じ
人の温かさと道楽人が好かれてるか実感する。ありがとうメロコちゃん。好かれてるのかな私。これティントをリップイベント頑張ってね、ありがとう。痩せたんかな、なんか最近言われてるけどまだまだだよ。だからさっきの招きのあの新人くん、あの配信者来ないなとか思ってるかも。そういえばあの配信者配信許可取ったけどあの子来ないなみたいな、あの新人くん思ってるんじゃない。招き猫のあれ、あの人遅いなって。新人か知らんけど、買い物済んでから来るんじゃなかったっけ。そう、遅いなーって。あのピンクの小さい声かわいい人、ピンクの小さい声ん、どういうことメロコちゃん、んピンクの小さい声かわいい、私のことか、そういうこと、私のことね。あのピンクの小さい声かわいいとこないなって、あ、旦那のことかと思った。私のこと、あのピンクの小さいかわいい。ピンクの小さい声かわいいとこないなって。思ってるかな。今日焼け酒だからペースが早いわ。もう一本飲んだ。飲んだ。どういうこと、追い出されたって。追い出されてないんだけど、普通にね、また遊ぼうねって、ありがとうって出てるけど、ビール似合わない。寒冷式っていうかね、この朝日だよこれ、あ、糖質ゼロだから選んでる、糖質ゼロだから。寒冷の朝日、あ、こ、そう、糖質ゼロだ。あ、ケーキありがとう。発泡酒が好き、あ、ほんと。もう飲もっか、もう一本。もうやめて、そういう、あの、まゆちゃんというの。まゆちゃん、友達とに、茨城に遊び行ってるから、今日。今ね、新潟の長岡駅ってとこの前です。これ美味しそう。無糖、ちゃんとね、糖質ゼロとか無糖選んでるからね。ダイエットのために。あの、リアと詰まってます、今。美味しかった？ほんと？いや、ぬるくはないよ、普通に。よし。2本目、飲みます。ペース早いやろ、今日。トリプル生とか美味しかった？トリプル生？美味しそう、限定のピンクグレフル&オレンジ。そういえば歌舞伎にスパあったよ、徒歩5分ぐらい。あ、ほんと？ありがとう。スパもいいかもね。みーちゃん、ありがとう。あ、美味しい、これ。あ、美味しい。あ、美味しいね、これ。うん。飲みやすい。なんでも美味しいっていうか。あ、じゅーちゃん。待ちしてます。
交差点ですか。ですね、今ね、あの招き猫わかりますかね。招き猫の前に座ってます。いやー、何やってんの。あ、生放送です。マジで今5000人見てます。どこの人なの。どこの人。え、新潟じゃない。新潟じゃないです。どっかから、どっかから。5000人ナンパ多いな。ナンパ多い。5000人います。盛り癖あるから私。どっかから来ましたとかって。10倍持ってる。盛り癖あるから。さらっとね、さらっと盛るから。あ、ステッカー、そうだ、出しとこう。ステッカーね、いっぱい持ってきてるからね。あ、着きました。あ、本当ですか。え、どこだろう。あ、ステッカー入れてる。ステッカー見たい。え、どこだろうな。あ、映らないようにだったら全然映らないようにします。娘ちゃんもいるのかな。一応ね、これです。ステッカー2種類あります。2種類で、かわいいよね。そう、かわいい。娘ちゃんもいるんだったら、じゃあね、いくら全然リア凸の方にはそう無料でお渡ししますよ。かわいいよね。郵送とかでも、ちなみに、あ、旦那も来ました。あ、じゃあ旦那さんの分もお渡しします。あ、ほんと旦那さんも来てくれてありがとうございます。ご家族総出で。嬉しい。全然映らないようにはするので配信で、写真とかもね、あれだったら一緒に。家族総出でちゃんと全部で、あの、用意してます。ステッカーも持ってます。みんなの分。どこだろう。センタリタイ。はい、ねえ、いや、せっかくね、来てくれるから。間違えた。あ、場所間違えました。あ、中根惜しいハート、ありがとう。よし、ハート。一本奥だった。あ、本当ですか。待ってます。この際だから、おじいちゃんおばあちゃんもいらしてくださいね。おじいちゃんおばあちゃんも一緒に。いや、占いよ。全然無料でお渡ししますよ。孫って。はって何？皆さん、クラッカー持ってる方、お願いします。ねえ、メロカちゃん、そう、メロカちゃんにもね、プレゼントして。ねえ、そう。クラッカーありがとう。
きありがとう。多くないですか。ああ、そうですね。そうですよね。そうなんですよ。あ、ここだ。こっち、こっち、こっち、こっちだったら映らないです。こっちは映らない。すみません。お待たせしちゃって。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあサインってもらえます？あ、奈々ちゃんの絵がいいですか。どうもらう？ここにサイン。はい、俺だって。あ、じゃあ、あ、そっか、カップ。はい、ありがとうございます。俺はカップに入れて、ダメだ。俺、そのステッカーもらう。ありがとうございます。こんなもらっちゃって。あ、全然いいですよ。ありがとうございます。キュルちゃんちっちゃいんですね。あ、そうなんですよ。ねえ。身長低くって。かわいい。なんかイケボ言われてた。あ、ありがとうございます。配信見ながら来て。あ、いい。あ、じゃあ、お願いします。どこから来られたんですか。内側から。優しいのは限定してる。あ、そうなんだ。昨日まゆちゃんとこ、あ、行ってきた。そうだよね、昨日まゆちゃん。東京から今回こっち来て。あ、で、またこれから旅立つんです。そうなんですよ。これ、こっち側に来てください。あの、落ちちゃうので。あ、こっちがいないわ。はい。ちなみに、あそこの居酒屋美味しいですよ。タコの粒。あ、そうなんですか。タコの粒。お米が美味しい。あ、キャリちゃん買い食べてる。ありがとう。ちょっとあそこ入ってもいいかもしれない。多分ね、長岡きっと基本配信大丈夫だと思います。とか取りやすいと思います。あ、ここも取れた。あ、ここも招き。あ、招き。で、これだったら俺ら飽きちゃって。そうなんですね。あ、ここね。あ、これ、こうかと、ここ見るとあの、逆転。そうそうそう、いいです、いいです、いいです。ナナちゃんの隣に書いてもらったら。明日何時ごろ帰るんですか。ほら、これ、僕に書いてある。ナナちゃん、どこ。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。入るところにどこでもいいんで、うん、どこでも、うん、かわいい。5000人ね。5000人。びっくりした。
なるとどうか。で嬉しいね。そうお父さんとあの旦那さんとそのさっきのじゅうさんって方と娘ちゃん2人がね来てくれた。ちょうど嬉しくなった。かわいい娘ちゃんも来てくれて嬉しいね。めちゃめちゃ嬉しい。写真も撮ってね。そう袖でね、そう ありがとうございました。嬉しい。可愛かった、すーちゃんも来てくれてありがとうございます。ほんとやりあげてた。なんかね、さっき教えてくれたんだけど、そのすぐね、斜め前にある居酒屋さんが美味しいみたいで、ちょっとあれだったらせっかく教えてくれたからそこ行こうかな。ね、嬉しい。家族総出で来てくれたの私初めてだ。そう、仲間会社も行かないしね。そうそうそう、せっかく来たから、せっかく、そう教えてくれたしね。そう、ちょっとそこに行ってみようかな。ただちょっと待ってよ、ストロングをね、ちょっと飲み始めたばっかなので、やっぱこれだけ飲んだら、これだけ飲んだら行こう。ちょっとこれだけ、そう、ちょっと持ち込みはさすがにあれだから、そう、教えてくれたので、そこに行きたいと思います。あ、フワちゃんアニバーサリー。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ばあちゃんにまさにもう一個ナイス、ありがとう。あ、またまたありがとう。ばあちゃんにまさにありがとう、たくさんナイスドンチキあひまりちゃんいらっしゃい。いや、そうそう、よりによってでかいかという。うん、冷ややっこどうしよう確かにね、バスの中でちょっと食べようかな。居酒屋ちょっとだけにして、冷ややっこね。そうだ居酒屋はちょっと軽く食べて、そうなんかご飯がね、お米が美味しいみたい。うん、米が美味しいみたいで新潟って確かね、そうだね、お米美味しいんだよね。うん、あ、
うん、これだけ飲んでね日本酒も、ああそうだね、ちょっとね配信のこと聞いてないんだけど、さっきのね、あのリスナーさんが言ってたには、新潟この辺だいたい配信できると思うとは言ってたんだけど、一応聞いてから、うん、日本酒ね、私ちょっと苦手なんだよね。そう、実は日本酒苦手でね。ありがとうひまりちゃん、そうからもうちょっとだけ飲んでみる、ちょっとだけ、ちょっとだけだったら、あ、なるほどね、水と米がうまいから、あー、そんないっぱいじゃなかったら飲める、うん。あ、ケイちゃん最後まで見れそうないので移動気をつけてくださいね。あー、ありがとう、気をつけます。確か飲みやすいかもしれないしね、うん、確かにちゃんぽん大丈夫かな、ちょっとだけだったらまあいけるかもしれないけど、うん、新潟にいますよ、あ、ほんと敵いらりおいしいでしょもうあれだね、もうグイッとグイッとね、もうテキーラみたいにの、それだと味わわないと意味ないか。地酒を飲んで、グイッといくのはちょっとテキーラみたいに飲むのはもったいないか。あ、ちょいちょいね、そうだね、ちょいちょい飲んで。確かにちょっとこれ結構きついかも、ぶっちゃけぶっちゃけちょっときついかも。カラオケ入るんだったらまああれあれだったけど、ぶっちゃけ急いでちょっと飲んでこれ今半分ぐらいまだ残ってるんやけど開ける前だったらよかったけど、ちょっときついかもしれないな。どうしようまあ飲むしかないけど、これ 6% だね、 6%、うん、あ、ちょっときついな、酒のあてもおいしい、どうしよう。でもカラオケよりはせっかく教えてくれたからあそこ行きたいし、マネキはそうだね、ここでもあるから、うん、どうしよう。ちょっときつくなってきた、これ飲むのちょっととりあえず持ち込んで、ちょっとおかしいけど持ち込んで、ちょっとなんかちょっと下の方置いといて、は、先入ろっかトイレ付き、あー、めのこちゃん確認できてなかった、どうだっただろう、トイレ付きかな、渋い顔してた、どうだったかな、ちょっと見たらわかるんかな、捨てたいよぶっちゃけ捨てたいよ、いや下の置いて、もう持っていくけど、テーブル置いてたらおかしいやん、これ、そう、テーブル置いてたらおかしいから、ちょっと下の方置いといて、ちょっと先入ろうかなみたいな書いてるかな、あのここ配信的に大丈夫、捨てちゃっても それぐらいはいいかな、別に捨てちゃっても見えないとこで、そう、待って、と下水に、うん、待って、バスね、あ、メロコちゃん書いてないわ、トイレ付きとは書いてないな、
見えないところで。じゃあちょっとちょっとそれかそれかワンちゃんのねえなんかなんだトイレに捨てさせてもらうかダメかな。なんかあるかな捨てれそうな トイレにしようか持ち。あー確か合いそうだねメロコちゃん。いや真面目じゃないよ。配信ついてるからだよとか言って配信ついてるから、ね、真面目じゃないよ。配信ついてなかったら普通してるけど、まあいっかちょっとなんかコンビニのトイレコンビニのトイレかね。あれだね居酒屋のトイレか。ありがとう倒した演技。あーこぼれちゃったってこぼれちゃった。あーこぼれたってもう倒れた風にする。不謹慎虫が湧いてくるから。そうここでいいんじゃない。ここ土だから。ここ土だからダメかな。土だから床よりいいんじゃない。見えない土に飲ませる土だからそうんちょっとごめんなさい。水やりちょっとね土にそうちょっとおいしい一気に飲んだ。そう実はねそうなの。そう土にねそうだいじょ酔っちゃったね。ちょっと酔っちゃいましたねそうちょっとだけねちょっと土にこぼれちゃった。仕方ないね仕方ないね逃げよう。風強いからそう風が強いからねそう居酒屋さんね、そう教えてくれたからね、せっかく教えて。あ、ゴミはちゃんと持ってるよ、ここゴミはね。ゴミはちゃんと持ってるから、せっかくちょっと教えてくれたのでね、ちょっとなんかね、どんなとこだろう。さっきねリハタス来てくれたリスナーさんがね。一応ね、ここが、あ、まあ見せちゃった。でも大丈夫じゃない。ここがね、ここちなみに美味しいですよって言ってくれて、ここにちょっとすぐね斜め前のここ美味しいですよって教えてくれて、最初はラジオしとこうか。入るときは、そう。蓄電をやめてね。やめてとか、タコツボ、タコのツボ？うん。いや、いいでしょ、別に。ちょっと教えてくれたんよ。さっきのね、家族で来てくれたリスナーさんが。多分大丈夫だと思うけど、一応、許可取れるか聞いてみます。よいしょ。あ、すいません、自分だけ写すので、ライブ配信しても大丈夫ですか。ちょっと確認しますね。あ、すいません、はい、あ、よければお座りになりますか。すいません、はい、
確認中です今。全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。あ、どこでも大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。あー、いいですか、はい、すみません。ありがとうございます。よかった。優しい。うん。優しいね。もしよかったら個室でご用意します。あー、いいですか、はい、あー、ありがとうございます。個室で優しいね。どうぞ、お控えです。あ、そのままで、ね、あ、大丈夫ですか、はい、めっちゃいいね。あの下でお預かりしますね。あ、わかりました。ありがとうございます。めっちゃいい、めっちゃいいお店だよ。でよって言ってくれて、雰囲気もめっちゃいい。めっちゃこんな感じ、よかった。個室でね、こういう感じの。めっちゃいい、ここ。いい感じです。ね、音楽もね、止まれるぐらい。ね、寝れるね。ね、すごいいいところ教えてくれてありがとうございます。ね、リアタ来てくれたね、リスナーさん。旅館みたいな、旅館でも行けちゃう。宿になる、宿でも行ける。はい、ありがとうございます。どうしよう、みかんさん、中に泊まろう。すごいねえ、テンション上がる。パティーキありがとう。完成いいね。お年の鍋に火をつけさせていただいて。あ、お年の鍋、はい、酒蒸しにさせていただきます、はい、あ、ありがとうございます。え、雰囲気いいね。お通しが鍋、うん、こちらがお通しでございます。すごい。こちらからカニ味噌、サザエ、ちまき、イカのさつまの、一つ選んでいただきます。いいですか。あ、ちょっと映してもいいですか。はい、え、これをお通しで一つ選ぶ。すごい。カニ味噌かサザエ、はい、かちまきですね。ちまき。そうですね。あとイカのさつまです。
あ、じゃあカニ味噌にします。はい、すごい。数分間にとしますと、こちらの穴から湯気出てまいりますので、そしたら開けてお召し上がりください。あ、わかりました。すごい、これ鍋で。サワーっていうのがあって、それにしてみた。何メロンつけて。あ、日本酒ソーダか、日本酒忘れてた。日本酒ソーダ、そうだった。お疲れ様。すごい。あ、日本酒忘れてた。2杯目日本酒にする。すごいね、もう通し鍋って。写真撮る。すごい。いくらなのこれね。お通しでこれだよ、鍋。新潟すごい。お通しで鍋です、皆さん。すごくないねえ、初めてだよ。豪華だね。すごい。飲みすぎ注意。そうだね。何食べよう。お刺身食べたいな。あ、や、安くはない。安くはない。高級ではあるね。確かに値段もちょっとね、こう見たんだけど。そうだね、お高い。だからでもちょっとだけね、ちょっと、うん。そんな何品も頼まないから。そうそうそう、1品ぐらいで、そう。はい、チージックサワー。 ありがとうございます。本日のおすすめちょっとご紹介させていただいても おすすめ、はい、よろしいですかね、はい、本日の一番のおすすめがこちらの極上三点盛りになってまして、本日ですと本マグロとノドグロとミユキマスの3種類の盛り合わせになっております。はい、こちらの極上三点盛りっていうのが当店で扱ってるお刺身の中で一番良い状態の3種類のものの盛り合わせになってますので、もしお作りで迷われている場合はこちらの方をおすすめしております。あ、はい、また下の方に行きますと今の旬のお野菜である枝豆ですね、こちらもおすすめになってます。あ、またこっちには焼きナス焼きっていうものがございまして、はい、焼くために品種改良されたナスになってまして、すごい水分含んだ美味しいものになってますので、こちらもおすすめになっております。あ、はい、またもし日本酒飲まれるようでしたら、こちらの料理長厳選の日本酒というものがございまして、こちらが今の季節限定のものだったり特定の酒屋さんでしか卸してないものが載ってますので、もしご興味ありましたら下の方にちょっとした説明載ってますのでご覧になってみてください。わかりました。またですね、当店の営業時間が12時までになってまして、はい、ラストオーダー、料理のラストオーダーが11時になってますので、よろしくお願いいたします。あ、大丈夫です。はい、呼ぶときは。あ、そうです、こちらで。あ、すいません。あ、はい、すごい。あ、ちょっと待って、ハート花火ありがとうね、姫奈ちゃん。ハート花火ありがとう。刺身食べたいね、お刺身。冷やっこありますね。冷やっこありますかって。おすすめいいね、三点盛りがね。ちなみにお刺身三点盛り2728円です。そうなんですよ。
いんじゃない、例えばのどぐろのお刺身だけとか一品でもいいよ、私3点でそう一品でもいいか、私のどぐろ食べてみたいかも。のどそうだよね、バス代より高くなる。そうのどぐろのさお刺身は、あでも高いな、えこれん、のどぐろね、なんかいいって言ってたよね。あ、のどぐろだけのお刺身はないのか。アジとかはある。あー、のどぐろ高級。どうしよう。ありがとう。あー、ありがとう。10倍、2個10倍ナイスドンチキ。のどぐろないの足しにありがとうね。優しい、ありがとう。じゃあいいですか、ちょっとリスナーさん、のどぐろのお刺身ちょっとご褒美ご褒美にいいですかでものどぐろ、ちょっと待って、のどぐろだけのお刺身ってあるのかな。ないんだよね。あとな、あれナスビも気になったな、さっき言ってたナスビ、焼きナスか。もう来ることないけどね、確かに。のどぐろだけないか聞いてみよう。のどぐろ、のどぐろだけのお刺身ってないですか。あ、ございます。のどぐろちょっと分かりづらいんですけど、ああ、はい、こちらの方に、あこっち炙りのお作りって書いてるものがのどぐろになります。ああ、この値段よりあのお得というかなのは ないですね。ですかね。あ、5切れ入ってってなるの。 5切れ入って、2728円。ああ、なるほど。あ、あ、じゃあ3点盛りと同じ値段になるんですね。ですので、ね、特上3点盛りの方がまあお得と言ったらお得になりますけど、お金も入って6切れ、計6切れになるんで。あー、なるほど。じゃあ三点盛りの、ね、はい、はい、すいません、ちょっとあんまり頼めないんですけど、ちょっとこれと、これだけでとりあえず、はい、すいません、ありがとうございます。ちょっとその3点盛り だけにしました。うわ、おいしそう。カニめちゃめちゃうまそう。おいしそう。写真撮っとこう。めっちゃうまそう。お通しだけでもどれぐらいするのかすごい。こうでもせっかく教えてくれたからね。いや、新幹線より安いよ。ねえねえお通し1000円超えるから、このいちじくサワーっていうのも飲んでみます。あ、
美味しい。うまい。うまい。うん。なんか果実が入ってる感じ。お鍋できたよ。これちょっとね、食べてみます。カニ味噌。カニ味噌の。鍋大人な感じだね。あ、メガホンありがとう。やったー、美味しそう。いただきます。すごい高級なお店だ。でも美味しそう。せっかく来たからね。でもリスナーさん、ちなみに私に食レポは求めないでください。食レポ苦手なので。美味しい。え、マジで本当にでも美味しい。マジでマジでこんなに美味しいカニ味噌を初めて食べました。そう。めちゃめちゃ美味しいんやけど。マジでやばい。美味しい。うまっ。教えてくれてありがとうございます。で今来てます。ありがとうございました。じゅんさんと、ね、旦那さんも、ね、お子さんもありがとうございます。おいしい、うん、めっちゃめっちゃ幸せ。本当ありがとうございます。いいとこね、教えていただいて。カニ味噌のね、うん、すごいね、ここめっちゃね、いいところ。個室で。よかった、本当ありがとうございます。本当嬉しかったですね。家族でね来てくれたのも嬉しかったし、あ、鬼女ちゃんお通しの鍋にねこれが入ってたの。カニ味噌のねこれが入っててね、そうカニ味噌が入ってた鍋で。まゆちゃんと楽しかったよ。うん。あ、そうだね。教えてくれたからね。そうだね。より美味しいっていうのもあるね。うまく充電が。お刺身も楽しみ。ジューサーナイス。ねえ、美味しい。はい。牧場三点盛りです、ね。こちらから。
本マグロ、ミユキマス、ノドグロですね。お好みでわさび醤油で召し上がりください。ありがとうございます。あ、本当嬉しいです。じゅんさん来たー、来たー、すごい豪華、すごいよ。ノドグロと本マグロとニジマス、美味しそう。うわー、めっちゃ豪華だよ。最高だね、美味しそう。わー、美味しそう。こんなの初めてだよ、こんな高級な。これ初めてだよ、こんな。すごいね、高級。そう、醤油つけて。あ、写真、そうだ、写真撮っとこう。すごいね、豪華ねえ。すごい、日本酒ね、確かにね、飲みたくなるけど、醤油をかけて。美味しい、幸せ、美味しい。え、めっちゃ美味しいんやけど。あ、ご飯もいいけどね。さっきから感想ずっと美味しい。確かにずっと美味しいって言ったらてかやばい、充電がなくなりそう。モバイルバッテリーもなくなったっていう。ちょっと待って、ちょっとこんなちょっと幸せな時間なんですけど、ちょっと待って、充電するとこないから、充電がちゃんとできなかった。モバイルバッテリーもそう、ちょっと待って、どうしよう、コンセントあるかな、借りようか、コンセントさ、ちょっと緊急事態。ちょっと待って。
ちょっと一回よ聞いてみようか。うん、充電がやばい。すいません、あの充電器とかってお金できないですか？ iPhone ですか？ iPhone です。すいません、ゲージタイいけんだ、充電がやばい、モバイルバッテリー今切れた。モンスターとどうだろう。え、見えない。あら、ワンちゃん、これ大丈夫か。あるかな。あと 8% だ、8%。はい、この席にコンセントがなくて下の方に行かないと充電できないんですけど、どうされますか？そうなんですね。そしたら、あ、どうしよう、下に移動ってなりますかね。どうしよう。刺すとこがないみたい。充電がちゃんとできてなかった。移動。モバ充だけを充電させて。あ、だ、なるほどね。携帯を預かるっていう形になっちゃうんですけど、あー、モバじゃなくて。それか、これを、C タイプの充電なんですけど、はい、それ挿してもらうだけでもダメですかね。これを挿してもらう、あ、これをお預かりして充電する。はい、わかりました。すいません、すいません、みんなごめん。ちょっと体勢つけ直すわ。サブの方で、サブの方で配信つけ直します。ちょっとごめんね、多分充電切れちゃう。こっちでごめんね、ちょっと切れ、あと 8% しかなくって、ちょっとちゃんと充電できてなくてごめん。こっちでつけ直すね、ちょっと切れたらつけ直します。ごめんね。そう、すいません、ちゃんとちょっとね、バタバタしてて充電できてなかった。うん、鍋はね、あのあれだね、あれ、ハニ味噌の、いや、サブって、あのアカウントは一緒だよ、アカウントは一緒です。いや、私もバタバタしててね、ちゃんとちょっとできてなかった。食べるね、途中切れるかもしんないけど。じゃあ次、にじますって言ってたかな。まず、いただきます。食べます。よかった。うん、幸せ、おいしい。ね、来て来て、お店タコの壺っていうね、塩がかかってるね、どのお刺身も、うん、どのお刺身も塩がかかってて美味しい。安いつまみどうないことはないけどね。行って、来て来てみて、美味しい、めっちゃ。
のどぐろじゃあもう一個いただきます。めちゃめちゃうまい。おいしいしか言ってないけど本当においしい。甘いかもね。確かにちょっと本マグロもいただきます。よだれ姉ちゃん日本酒どうしようかな。ちょっと金額がねちょっと高くなっちゃうからあれだったら、どうしようかな。日本酒はちょっと今回はやめてもいいかも。そう、これだけでね、飲んでもよかったけど、今日ぐらい贅沢しなよ。お刺身大好きだね。3000円ぐらい。お刺身だけでね2700円とか。あとはお飲み、まあお酒とあとお通しがいくらか。じゃあ最後マスもいただきます。高級店そう。お刺身いただきました。最高。最高すぎる。マジで最高すぎる。いつもお刺身盛り食べるね。幸せだよ。そうだね。刺身食べに来たみたいになってるね。ほんと刺身食べに来たみたいな。まあバスの前もあるしね。明日からそうだね、ちょっと話進めとかないかんね。そうだね、最悪な気分のまま帰るよりね。夜行バス、あでもよかった。なんか結果往来かもね。えすごいいいところ来れてね。えリアトスとかも来てくれて、こういろんなかねえリスナーさん温かさをすごく、ね、なんだろう感じれてっていうか、そのなんか結果往来だったかもしれない。ね、そう寝たいぐらいだね。
旅館みたいな。何倍分かっ、うん、見たら分かると思う。朝ね、5時ぐらいだね。お布団敷きますか。寝れるよね、ここ旅館みたいな。バス停すぐそこだよ、近いよ。頑張ります。眠くなってきた、やばトータルよしやな。そうだね、やっとトータルね、終わり良ければ全てよしってことで。プラス思考で頑張ります。そうだ、寝る前眠くなるのはベストか。乗ったら即ね、うん、だね、寝そう、マジ。みんなあれだったらもう食べ終わってあと出て あの会計するだけなので、どうしようかな。バス外出てから付け直しにしても、外出てから付け直します。付け直すのは外出てからにします。多分この喋ってらが切れちゃいそうなんだけど、お会計知りたい、言うお会計は言います。そう、23時55分のバスだよ。お腹いっぱいだった、ね、であとあの冷ややっことかおにぎりも買ってるから、あとはそれで。ありがとう。どっちみちもうすぐ乾燥だね。今のうちフォローお願いします。フォローもねお願いします。フォロー無料アイテム、無料アイテムも今のうち投げてね。無料持ってる方みんなお願いします。アイテムタイムでもお願いします。ありがとう、アイテムありがとう。15分で乾燥だ、うん、1万もしないでしょ会計、うん、5000もしないくらいじゃない。なんかありがとう、ごめんね、ちょっとバタバタしてて、ちゃんとあのモバ充を充電できてなかった。うん、鍋はカニ味噌。4時55分か着くの、ちょっと酔っちゃったかも、ちょっとほろ酔いだな、そういう時もある。うん、昨日、あ、そうか、まゆちゃんち行ってね、着いたら寮、いやないないっていうか、ちょっとお店に確認する。それはうん、眠くなってきたっていうか、ちょっと酔ってきたかもな。何料理のお店、和食タコのつぼっていうお店です。タコのつぼ、何先にした方があって、うーん、やばいやばい。
布団し敷いてくれたら即レスちゃう。あ、寮の連絡はしてるよ。連絡待ち朝食タコの壺、そう、店名前ね。バス予約してるよ。11時55分、あと1時間ちょいだね。あと、あと、え？ダイエット来てるの、一人一人。あ、ちょっと寄ってきたかも。鍋っていうか、あの、このカニ味噌が入ってたんやけど、めっちゃめちゃ美味しかった。こんな美味しいカニ味噌ね、初めて食べた。初めて食べた。こんな美味しいカニ味噌。でもこんな美味しいお刺身の、お刺身のね、盛り合わせは。一人で、いや、配信ついてるから来て。ドレツ回ってない。ちょっと喋り方おかしくなってきた、私。ちょっと酔ってきたね。カクカクなってきたかも。やば。バスで寝るメロコちゃん。うん。バスで寝よう。バス乗るよちゃんと。乗る前は配信つけるから。意外と持つね。そして充電 8%。意外と持つねっていう。ほぼ感想だ。もうフォローまだの方フォローしてね。粘る